かれた人は離月中との交代とかねしてもらいますんでね。僕の友達宮崎。あ、来た来た先生。あの自分のねあの後輩一人呼んでますんでね。岩子先生どうぞ。ちょ覚えてた？いや10分からだから。あでもこの前のほら。10分だ。その前にやばいやばい。そのつもりで言ったんだけど。よく見えない。じゃあ1枚お願いします。はいじゃあベンチ前ね。早速バリでセンターだよセンター。こっちは。こっちは。ちょっとスコアありますか。スコアお願いします。はい。あ、例えばここでスピルがセンター前に。どうなんだ俺こういうの気になっちゃって。はい、芝上げですよ。ベース踏んだ人は黒丸つけてる。なんか飛んでるよね。それか。フの方がやりやすいですよ。すあ、それでいいです。気になっちゃう。僕分かるんで。それでいい。あ、じゃあ。書きにくい。さすがに。買ってる人のが珍しいから100円ショップでね、売ってるやね、スコアブックいいなと思ってるんだけどね、あれ俺、エクセルかなんかで作って高いんでしょ、プリントアウトしようかえ、でもそうするとこの紙がどういうのあれ紙とコピーいや、俺1枚で10枚俺、じゃあ次回持ってくる今仕事ねえから暇だからあれの準備ですかあれ、スコアのあれ元持ってるからまだ確定じゃないんだよ。ね。ここ断絶しちゃったよね。5万。5万だ。それってトランプの絡み。いやなんかイラク。イラクじゃない。どっかエジプトとサウジアラビアどっかが。マンダかなんかと国交断絶したとかなんか問題解散。お願いします。はい、わざとね。だから外務省とかの人ってそういう情報が入ってたんだよね、多分。今行かない方がいいよとかなんかもしたけど。オレンジのこれ。いくらクエート安全つって周りは危ない。嘘。
サッカーだったらいいけど、野球はダメだよ。はい、まだ別にね。大学の人さん。お願いします、いけたな。真っ先にそっちか。そうでしょう。